はい、ジュンチーです。ではアイワのウェルカムスプリング、続きをやっていきましょうか。まあ地上編を経て洞窟編に突入したわけなんですけども、まあ罠もいっぱいあるでしょう。そしてこの手書きと思われる可愛らしい針という名のクリスマスツリーを避けていきたいところ、まあ、早速まあ罠もあるでしょうと、まあ、可愛らしい罠ですね。よっ、で飛んで、それ一回こっちに着地して飛んで、あ、落ちてこないか。よっ、で、あ、しまった。このトゥルトゥルもなかなかやらしいぞい。やらしいね、トゥルトゥル。気を抜くと持ってかれちまうぜ。ほっ、あ、これちょっと難しい配置出てきましたね、この作品。よっ、よし。で、ちょっと待って、それは面白いじゃないの。そしたらリバースすればいいのか。多分そうですね。ここでこうか。で持ってよっ、こう乗っていいですね。で上は行けないからこっちなんだけど、多分罠とかがいっぱいありそうな。この危なっ、よかった、このジャンプが身をかわした。ほっ、よし、セーブ。ない、ここないですね。なかなか難易度が上がってきておりますが、ちょっと待って、しまった、下まで見なかった。一発で来れました。ほ、罠当たるな、これ。ずっそん。あのね、この洞窟難しいですね。あの地上編とは比べ物にならないぐらい難しい。今もう12、3分やってますけど未だ越えられず、この足元トゥルトゥルの上でこういう配置越えるのって、それだけでも難易度高い上に、ああいけない。いやー、ここきついぞ。そこの罠、ちょっとトリガーが奥にあるのは救いか。来た。あー、やっと来れた。いや、久しぶり。いや、これね、重いのか、これ。で、これは、その、ここ大丈夫だから。よし。罠、まあ、あるでしょうが、かかってくしかないか。よっ。よしよ。意外とないか、罠。まあ、これちょっと難しめのところはなさそうな気がするんだけど、どうだろう。このトゥルトゥルがやらしいね。ちょっとずつ、ちょっとずつ、危ない。で、スッと入る。これは、よし、危ない。あ、後半そんなんでもなかった。あー、来た。久しぶりのセーブ。いいよ。さあ、お次はこれワンジャンプでいけ。あ、難易度、あ、これ1区間目だけじゃなかったですね。この2区間目もまたどえらい難しいんじゃないか、これ。よし、ひとまずじゃあもう難易度がもう急上昇した洞窟ステージということですね。体感地上編はあの初級者の方でもクリアできるような難易度でしたけど、ここちょっとしんどいと思いますね。ここ、危ない。でもって、この辺かな。よし。で、折ってくるでしょ、これは。折ってくるよね。あー、これ来ないのかい。これ来ないのかい。そしたら、次、いやー、このね、ブロックがある。あ、これ、あ、ブロック貫通してる？ブロックがある、こう、タンタンはね、難しいんですよ。タンタン。あー、いけた。いいよ。なんか、うわっちで、ゆっくり近づいてって、ゆっくり近づいてってからの、タンタン。よし。で、上が消えたから、あの、違う、二段構えかい。タンタン。よし。ここをずっと成功してますね。で、ここにいれば大丈夫だから。折ってくるよね。見切ったぜ。さ、あとはどうだい？どうだい？折っても来ない？ここか。ちょっとやらしいな。よし、いった。うわー、これ思ったんですけど、今、私、ミディアムでやってるんですね。あの、上にも、バーにも、ミディアムって書いてあるんですけど、危ない。で、これなんか、ハードみたいな難易度になってるような気がするのは、気のせいか。なんか、そんな気も。だったらこれ、もう、あの、インポッシブルとかじゃなくて、上の難易度、とんでもないですよね。だから、1マップに1セーブでも良かったような気がしますけどね。あの、ミディアムだったら。ほっ。よし。そしてここは何事もないよね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。追ってくる、あ、来ないか。
よ、あー、こういう配置のところはないでしょ、罠。多分ちょっと難しいところはないと思うんですよ。危ない。でこれは淡々でいけばいいから、よし、いった、オッケー、セーブ。あ、でもワスセーブになってるからハードだとここがないってことか。あー、なるほど。じゃこれもミディアム設計ってことですね。了解しました。さあ、お次、針毛になってきた、これもしかして。あー、なんかそんな気もしますね。それならそれでいいのよ、罠がないんであれば。罠も一回かかっちゃえばどうってことはないけど。うわー、難しくなってきたね。あー、これ、あー、むずい。そこちょっとやらしいぞ。来た。で、なるべくトゥルトゥルを抑制していく。よし。で、これもね、ここちょっと当たりそうだな。ほ、いいよ。あ、これ罠ある、罠がある。あ、できちゃう。まあ、あるけど、当たるしかないか。罠レーダーがビンビンに反応してたんですけど、やっぱ、罠は食らって覚えていくしかないという一面もありますから、というのもあって。そしたら4面かな？よっ、危ない。ここも？あー、なるほど。そういうことね。理解した。さあ、これどうなってっかな？タンタン。うわー、そうなってる。よし、久しぶりに超えた。危なかった、今。ジャンプが高かった。で、タンタンで、ここで、ここよし、落とし穴な、ごく。そしたら、ここさ、よ、あれ、来た。来たら、この下、いけるかどうか、チェック。いけないか。そしたら、右下の穴に落ちていけばいいんですね。やっとこれだ。難しいぞ。で、越えたら、そしたら、これ、ワンジャンプで、間くぐっていく。間くぐってく。危ない。で、タンタンで。あ、しまった！高かった！もったいない！危ない。よし、再び来たぞ。タンタン。オッケー！あー、ちょっと。再び戻ってくるとは思わなかったよ。それは本当に思わなかった。ここで。うわ、ちょっと待って、出が早いな。結構出が早いぞ。この辺大丈夫なのか。あ、ここ大丈夫。ここも、なんか抜けたりすんのかな、その辺。あ、いやー、そういうわけじゃないか。やっぱり、誘発させなきゃダメか。トリガー触れないでいくっていう方法じゃなさそうですね。下がりすぎると、これに当たっちゃうんですよ、こいつに。なんで、いや、待って。これどうやっていくんだ。そしたら、あー、いや、無理だ。いや、これかわせないだろう。たら、こっちか、こっちになんかある。え、待ってくれ。これ、どうやって先進むんですかね。で、右の壁もダメでしょ。上はなし。やっぱり避けるしかないのか。あ、かわせた。これね、ちょっとこれ、シビアすぎますね。設定が。これ、下でいいのかな。そして下でいいのかな。あ、来た。あー、なんかボス前って感じしますけど、まあ一応リドミにはボスはいないって書かれてたので、まあボスはいないんでしょうけど、本当なんかボスいそうですよね、雰囲気的には。下はですと。いや、この手前の区間ね、かなりシビアでした。トリガーの位置下に、そこに降りればいいのかな。これは今固まってしまったんですけど、お、あ、待って、今なんかが飛んでって、まあ、すぐにワープに入ればいいということか。多分そうでしょうね。この溶岩が吹き上がる前にクリスマスツリーがバッと出ましたね、下から。なんでこうしたらすかさず、あ、意外と余裕あるね、これ。よいしょ、よいしょ、おい。あ、これなんかもう春の訪れを感じるぞ。ウェルカムスプリングってことか。読んでみましょうか。あ、足元がトゥルトゥルしない。すごくなんか新鮮な気持ちよ。長い冬が終わり、そして無事に春がやってきたということが書かれていますね。まあ、この作品のタイトルにあるように、ウェルカムスプリング、春がやってきたと。 OK、 おお、クリアしました。 Thank you for playing。 いやー、最後の最後の洞窟ステージ、めちゃくちゃ難しかったぞ。さて、突破して、これ最後の、
エンドルームの看板ですかね。でここなんですけど、リドミに書かれていて、いろいろそう、ここで英語で長文書かれてるんですけども、これ訳がリドミに書かれていまして、読みますと、1年というのはとても短い時間です。ようやく冬が終わり春がやってきました。何もかもが新しく感じられるこの春、皆さんの人生に少しでも多くの幸せが訪れることを心から願っています。で看板はここで終了してるんですけども、リドミにはもう一文、幸せはきっとあなたにもと綴られております。はい、ということで OK、 よし、クリアしたぞ。初制作アイワナ、春が訪れたということですね。あ、このエンドルームの曲すごくいいですね。ちょっと物寂しいは寂しいんですけども、なんか心に染みてくるぜ。よし、ということでクリア時の、デス数と経過時間を、経過というかクリアタイムか、見に行きましょう。お、クリアなってますね。デス数312です。クリアタイム1時間3分18秒となっております。1時間弱で、クリアできました。ロード、やっぱこう初制作アイワナはこういろいろ斬新なところとか、個性が現れたりとか、なんか初々しさをね感じる場面があったりして、いや楽しいですね、やっていて。難易度も高いところとか低いところ、バランスがいいところとかね、いろいろあったりして、そういうのが見れるのもまた初制作アイワナの醍醐味と言えるでしょう。あ、そうだ、大幅にショートカットできるルートがあるって書かれてましたんで、ちょっと探したいと思いますね。この後すぐに、続くと思うんですけども、それを見てから、終了とさせていただきたいと思います。ではどうぞ。見っけました。多分ね、この上ですね。ここ登れたんですよ、さっき。ちょっと針出てますけど、ほら、これで、飛び越えて、なんか違うかな。こんな感じで、間縫って、行けば、どう？あ、来た！見っけたぞ！これ左戻れる？あ、戻れはしないのか。見つけたぞ！ようやく。なんか最初の頃にあって、序盤から終盤まで、一気にこう行けちゃうのかなと思ったけど、中盤ぐらいにあったんですね。なるほど。これでもむずくないか？ぐわっとジャンプで、いやー、しかもこの足元。いやあ、あとはここだね。この切り返しジャンプをうまく出せれば。来た！大きいよ！ほっ！よし！たどり着けた。まずちょっと壁チェックして、看板読んでみましょうか。よいしょ。You can walk to the last stage of the cave。じゃあ、OK して。どこにワープするかですよね。じゃあ、行ってみましょうか。よっ！あ、ここか！もう最後の最後ですね。おお、ここをショートカットできるのか。じゃあ一回セーブして、通常と変わらないかどうかだけ、ショートカットしてるだけだから変わらないとは思うんですけども、行ってみましょうか。よいしょ。フリーズした上で、あれ、待った。ちょっと今、結構フリーズしちゃったんだけど、大丈夫かな。よ、ここ余裕あるね。ここは変わらないのか。で、読むと、で、これちなみにこっちに行くとどうなるの？あですと。なんでこの辺はもう変わらないですかね。普通に、エンディングという感じですね。よし、ではこれで完全クリアとさせていただきたいと思いますので、アイワのウェルカムスプリング、またのダウンロードリンクを概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ、プレイしてみてください。ちょっと春は過ぎてしまったんですけどもね、振り返るという意味も込めて、ぜひプレイしてみていただければと思います。またヌルオブエンプティさんもリクエストいただき本当にありがとうございました。プレイが遅くなってしまったことは本当に申し訳ありませんでした。ではこの辺で終了させていただきたいと思います。現在メインプレイでやってますアイワのメイクイットブレイキングアウトも、そろそろ終盤だと思いますので、こちらもクリアできるように引き続き気合い入れて頑張ってやっていきたいと思いますね。はい、ではここまでご視聴くださりありがとうございました。では次のアイワの作品またはメインプレイ作品でお会いしましょう。